は、カブト。あ、生きとる。ここで見ました。デガイラゲットです。はい、こんにちは、そうちゃんねそうパパです。今日も、クワガタチェックやっていきたいと思います。ちょっとね、ここ今季初めてなんでね、樹液が出てる木を発掘しないとまずいけないですね、うん、おクワガタクワガタクワガタ、樹液ダラダラじゃん。いいっすねこれ。うわうわうわ、すごっ樹液、すごクワガタ、コクワしかいない、うん、ヒラタはいないか。はあ、次行こうか。はい、次行きます。お、あれはなんだ、相手は熱か。ここ腐っとるな、腐っとるけど樹液出とるやん。あ、なんかおる、裏に。コクワですね。ビビったビビった。動きが早い。マジか。いい匂いしてます。いい匂いしとるよ、うん、あーくそ。こっちはどうだ。お、あそこにいる、でかい。あ、なかなかでかい。うわ、ちょっとでかいぞ。あれ60あるんじゃない。ちょっと匂い棒、匂い棒。あそこ見えます。あの奥にいるんで、ちょっと登ってちょっと取り出せたら取り出してみたいと思います。うん、多分深くないと思うんでね、わかんないけど、これ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 、よし、ちょっとじゃあ登ってみます。一回、はい、登りました。はい、どうだろうな、これこっちから出てこんかな、押したら。あれ、いないな。あれ、あんな奥に入っちゃっとるわ。ここに、あ、移動した移動した。また下、下行け、下、下行け、下行け、下行け。あ、ここにいる、ここにいる、ここにいる。やば、ここにいる、ここに。あ、移動しとる、移動しとる。
分からん。ちょっと切ろうか一回。はい、ちょっとね、思ったより奥が深くてね、舐めてました。上の方にすごい、薄いんですけど深いめくれがあって、ちょっともう書き出し棒じゃ届かない。あー、なんかおるな上に。あのゴメスかな、あの色は。うん、コギリ出てきたんだな。あ、ここもすごい樹液出てる。くそー、また挑戦します。あ、これ平田だったけど、ちっちゃいな。マメピカ、こっちはあんまりか。反対側が賑わってんだな。あそこにちっちゃいのいる。なんかのメス。ないね。ここはいい感じのめくれっていうか。おお、スズメバチ。スズメバチ。そうだな、やっぱり足跡があるってこと。よいしょ。さあさあさあ、見てみたいと思います。あのウロ、あ、クワガタ動いとるやん。あれでも結構動いとるやん。もうほんのおらんな。カブト、あ、生きとる。マジ、ちょっと待って。ウロにカブト。ウロにカブトってあるのこれ。これあ、マジかよ、マジかよ。ヒラタじゃない、ウロにヒラタじゃなくてウロにカブト。これなんだよこれ。どうしましょうねこれ。今季初カブトですよこれ。ちょっと写真。クワガタ全部隠れちゃいましたね。取り出してみよう。じゃあちょっとね、取り出してみよう。これは取り出さなあかんでしょう。おい来た、おい来た。うわ、マジか、本物じゃん。すげえ、今季初カブト。うわー、こんなん平田いないよ。これじゃ、これじゃ、ちょっと足場悪いんでこっち行こう。よいしょ。うっそーんですね。うっそーんですねこれ。うん、小ぶりなカブト、かわいいねー。6月でカブト、まあ、こんなもんか。でも梅雨入りして、梅雨入り中だから早い方だとは思うんですけどね。ねえ、ちっちゃいな。でもびっくりしたよ。すごい、カブトムシ。もう夏ですよね。夏といえばカブトムシ。はい、こんな感じでこのポイントは、終わります。はい、うわ、はい、じゃあ逃がしておきます。おお、ひらたおらんかな。クワガタ全部隠れちゃいましたね。ここにもいるクワガタ。クワかな。
ないね。ないか。さあ、12月にクワガタがいた木、どうだ。あらららら、あんまりいないの。これ何これ。あ、平田、コクワだコクワでした。大きいから平田かと思ったらびっくりした。コクワでしたね。何センチか、何センチかな。うん、やっぱ49近い。かなり大型個体。うん、はい、ごめんよ。はい、どうぞ。